どうもみゆはんです。ゆうてゆうと、主人公のイーさんは連れ去られた娘のローズを探すためにローズがいると言われている城の中へ潜入。城で待ち構えていたドミトレスク夫人を撃破したものの、まだローズは見つからず、イーさんは無事にローズを救うことができるのか。それではスタートします。ちょっとね、うちの猫がめちゃ暴れる。そして見て、前方に見えるのあれ、確実にローズ抱いてる。どうした？ついてきて。何？生きてる、生きてる。幻覚見えてる。ミヤが見えてるよ。そんなバカな。そんなバナナだよなあ。そんなバナナと思うけど、俺もローズは。いたいたいた。普通じゃない。ミヤどうしたの？なんとかしないと。どうしたの？何なんだこれは。幻覚見えてるよ俺。みんないなくなる。急にパッと出てくる。ローズでさえ。すごい。そんなの耐えられない。召喚される。ミヤなわけない。何ここ、お墓じゃん。綺麗なお墓、綺麗なお墓と思ったけど、何この不気味な、不気味なフランス人形が。アブネビエント、なんだそれ。アブネビエントって何、誰だっけ。どうかしてる。どうかしてるぜ。な、告白よ。怖いぞ。怖いの来るかもしれんぞ。あれ使えんのかい。え、どういうことじゃ。え、しかも行き止まりになっちゃった。あれ、俺閉じ込められちゃったよ。え、どういうこと。思い出を捧げよう。思い出、思い出、これこういうこと。あ、ミヤとローズ、そういうあれか、そういうことか。そういう伏線だったんだな。どうぞ。どうもどうも。どういうことだ。入りますか、入りますか。入りますね。入ります。お邪魔します。やだな、でも入りとうない。めっちゃ怖いじゃん。なにこれ、死ぬ、死ぬ。え、早く閉めて。なんで閉まらないの。え、どこに、どこにも連れてってくれないんだけど。あ、これこれか。上に参ります。何が待ち構えてるのかしらね。うわ、チカチカしてる。怖っ、怖すぎじゃん、こんな。なになに、一緒に来て、イーさん。なに、ミヤの遺言。 Come with me, イーさん。ねえ、えらい上まで登ってんな。 Come with me, イーさん。ずっと登ってる。あ、やっと着いた。駆け足で参る。ベネビエント邸だって、ベネビエント邸。新しいとこ来た。怖いんだろ。なんか残しとかせてもらうぜ。誰もいないだろうな。どうもです。意外と楽しそうなお家じゃん。ほら、意外と楽しそうだよ。なにこれ、初めて見るタイプのもの。なにこれ、手繰り寄せられる。ああ、俺手芸しないからな。食べ物のあれか、お家。ああ、でもこれいい感じの雰囲気の部屋ですね。俺普通にこういうとこ住みたいわ。いや、意外と生活感あっていいよ、この家。怖くない、怖くない。ね、見て見て、あの女の子じゃん。ほら、イケてるメンズにあの女の子捕まってる。ウキウキで行ってるで俺。楽しい楽しい言うて。ただな、この人形もどきがとても不気味なんだよな。ね、猫が引っかいた後、猫が引っかいた後、猫が飼ってあるの。だいぶ暴れ散らかしとうな。それでは早速下に参る。下なのか上なのか知らんが、エレベーターに入る。へえ。てか家の中にエレベーターあるのすげえいいな。豪邸じゃん、マジで。広い家に一人で住むの寂しいよな。何も出てこない。電気ついてるの超ありがて。書斎っぽい。ここは書斎。あれ、普通に大丈夫そうだぞ。特にフルーツもなんかおどろおどろしい感じもなく。わかん、突入。いや、もうほんとでも嫌だわ、怖いわ。何この家、嫌い。え、見て、あの子じゃね、この子じゃね、この子だよな。俺まだ拾わないぞ、そんなことしちゃって。探索が先だ、探索が。怖いから後にするわ、地味をいじりくり回すのは。入りそうなのは犬のハンドルぐらいしかないんですけど。そうですね、じゃあとりあえず、じゃあ嫌だけどな、嫌だけどな、嫌だけどな、とても。
ねえ、なんかほらいるじゃん、ここ人の形したものがさ動くじゃん。絶対いるよ、ほらほらほら出た。あっち、ずっとあなたを待ってたの。誰？私ローズよりいい子だよ。誰？アンジーって誰？アンジーのパパ？アンジーって誰？アンジーって誰？誰誰？何？何？何？俺はいなくなってる。待て、俺の銃。あ、待て、ほらほらほら、生き返ってる生き返ってる。俺の銃、俺の銃、俺の銃がない。俺の銃、俺の銃、俺の銃。何もないんだけど。俺の銃取られた。何これ？え？何これ？何？え？あれ？あのイケメンの人？これはミアの。ミヤ、ミヤかこれ。ミヤだったわ。とりあえず引き返すか。暗号がいる、また。何？暗号苦手なんだよ俺。何これ、なんだこれ、ようわからんわ。もうこれもようわからんわ。謎解き超苦手。あ、なんか調べられるんだけど。うわ、不気味。口元、なんか食べてる、なんか食べてるよ。道具がないと取り出せないって。こんなんもらだって、口はじゃあ無理だから目。これ一匹のカラスですね。脇調べましょう。脇をねめくれますね。何、鍵もろた、鍵もろたで。お腹を蹴った、死んでる。え、怖っ、なんか言ってる。もう何のこと、もう俺世界観独特すぎて分からんわ。あ、外れた。閉じてる目3つ。毒、はい、検診、問診しますよ。はい、触診です、触診。あー、ちょっと左足がガバガバなんですね。あ、ラチ、鍵の部品じゃね、ゼンマイか。ゼンマイボロだ、やったね。指は外してやら、ありがとう。指輪もらいました。血まみれの指輪、包帯が石膏で固められている。ゴリ押しで剥がせってことかね。血まみれの指輪だって、超不気味じゃん。529、ん529って書いてるの。そういや鍵かかってんのこれじゃね、ここじゃね。開いたぜ、開いたぜ、やった、入れました。水道だ。指を洗っちゃう、汚いから。指はきれいにしましょうね。指は血まみれのままじゃね、ちょっと汚いので。結婚指輪手に入れた。血まみれだったけどより一層きれいになってはっきり見えるみたいなことはないの？まだ血がこびりついてるけど。あ、めっちゃきれいに見えるじゃん、見てって。これもほらやば、529しか見えなかったのに052911まで見えるようになった。俺最高。はいはい、どうもです。はい、どうもです。俺のピストル返してくれんか。俺のピストル、やだ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 。ここに入るってこと？分かった、入るよ俺。じゃあ俺のピストルどこ、どうしてここに。何これ、こんなのあるの？オルゴールはゼンマイでしょ。再生、おお、うまく動かない、何かが間違ってるようだ。そんなこと言われたって。傷の通りにやってみるか。これ地味に難しいな。こういうことじゃない、傷跡的に言うと。誰、意地悪して入れ替えたやつ。うん、きれいきれい、いい感じになってますね。回る回る。あ、やった、ピンセットラッチ。なんでこんなわざわざピンセットを隠すようなとこ置いとくの。よし、俺は行く、怖いけど行く、早くピンセット。あ、待て待て、やんのやんのやんの、あのって言ってんじゃん、おどくすなよ。怖くねえんだからな。絵体の美女の絵がぶら下がり落ちたって。俺は怖くねえんだから。はい、大丈夫。何これ、フィルム、かわいいフィルムが手に入れた。フィルム、あ、何、不倫、何何、いやらしいことしてんの、何、こっから鳴ってるの。怖かった今。
なんかいた、誰、射撃だ、射撃がある、射撃がある、なんか調べる。初めての記憶、ローズの一番のお友達にあなたの受け入れ、壊れた通りで、さあ私たちにとって何より大切なもの、4、そうのくれた、祝福の音色、5、以上のくれた、永遠の約束の証。ここにフィルムを付け加えろってことだな。おいちゃおいちゃ、この真ん中のやつね、永遠の証5だろ。で、お気に入りが一番で、忘れちゃったな、こうじゃない、いけたっぽい、いけたっぽい。どうなってる、どうなってやがる。てかここどこ、どこの何、誰が撮影してるの、え、不気味、何これ、嫌なんだけど、え、な、何を見せられてるの俺は。井戸、井戸って一番ダメなやつじゃん、人間が踏み入れる余地のないところなのよ井戸って。開いたる、開いた、何ここも、エンターテインメントな屋敷だわね。ていうか俺銃がないってことは戦わなくていいってことでしょ、逆にね、そっちの方が逆にいいかもしれんな。ハサミだ、ハサミで戦えと申す、ハサミ、ハサミ、しかも装備できないタイプのハサミだ、ハサミでちょん切り、あ、そっかそっか、包帯かこれは。はい、ちょん切りました。あ、電話かけられるよ、ヘロー、もしもし、本当にこの世界の電話どこに繋がってんねんな、怖い、なんか鳴ってる、あ、電話が鳴ってる、受話器取るよ、はい、もしもし、ヘロー、お願い、さ、よく聞いて、騙したかったわけじゃないの、ミヤ、何、あなたを失いたくなかった、何したの、ミヤ、ミヤ、何を言ってる、大変なことしたの、心から愛してる、何、どういうこと、こうするしかなくて、何をしたの、ことの次第によっては文集に俺書き込みよ、この後ろは、これ何、あ、これ赤ちゃんのなんかあるやん、赤ちゃんのあれやん、誰かいる、誰かいる、誰かいた、誰かいた、ヘイヘイ、誰か、そうだ、なんか落ちてきたよ、俺何もしてないんだけど、ちょっとすいませんね、あ、おじさん、おじさんが裸にさしらめます、やっちい、俺じゃああそこはめに行こうっと、これはめりゃいいんだろう、あれ、あ、はめられたのか、よし、開いたぜ、暗っ、暗いじゃん、やだ、ねえ、ほんとにやだよ、井戸、井戸じゃん、あ、ここ撮影部屋だ、撮影部屋、撮影部屋だ、怖い、怖すぎる、なんか血まみれじゃん、サビ、わかんないけど、うわ、こんなところに、なんとかの鍵がある、上行こう、早く明かりになるところ、なんか赤くなってるよ、なんでこういうことするの、いつの間に LED ライト焚いてるね、え、なにこれ、なにこれ、え、はぁ、いなくなってる、なんか聞こえる、そしてきっと大丈夫、大丈夫、問題ない、大丈夫、問題大ありなんですけど、いやだ、やだ、なんか、誰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 、ちょっと待って、誰、え、誰、誰誰誰誰誰、やだやだやだ、怖い怖い怖い、鬼ごっこ苦手、俺鬼ごっこ苦手なんだって、ちょっと待って、どういうこと、どういうこと、どこにいる、うわ怖っ、なんだこいつ、なんだこいつ、なんだこいつ、怖い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 、バイ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 、俺おめえの相手する場合じゃない、おめえ、おめえの相手する場合じゃないんだ、早く早く、あ、早く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 、あ、聞こえた、早く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 、あ、あれ、これ、これどこに、どこにはめるとこあったっけ、あ、あったあったあった、奇跡的、奇跡的にあった、奇跡的にあったが、え、で、あ、からの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 何、からの何、ちょっと待って、俺今追いかけられてるかどうかもわからん、わからん、わからんけど、わからんけど、とりあえず、とりあえず、とりあえず、これ隠れられそう、隠れられない、なにこれ、
暗くなったよ、暗くなったよ。何何が起こる、何が起こる。俺これ俺隠れられるんでは。バイバイ。え、そういうことじゃないの。え、音する、音する。うわぁ、待って待って、ごめんなさい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 、待って待って、俺なんでこんな赤ん坊ごときに、俺なんでこんな赤ん坊ごときに、あのビビんなきゃいけないんだよ。俺マジビビってる、マジビビってる、マジビビってる。怖い怖い怖い、ごめんなさい、さよなら。うわ、来てる来てる来てる、見てやれほら、赤ん坊だからさすがにクローゼットの中入れないだろ、怪獣じゃん。みんな赤ん坊嫌だ。行ったのか、声が聞こえなくなったぞ。出るのが怖すぎる出るのが怖すぎるんだが、やはり考えることは赤ん坊。うわ、舌がべっしゃべしゃなんだけど。赤ん坊なんだからおとなしくしとけ。あら怖い怖い、あら怖し。ヒューズがなかったからエレベーター動かなかったんだよね、さっきね。てかあいつどこ行った、ここにヒューズはめ込む。そしたら俺はされる。あれ、されない。早く早く行かして。な、赤ん坊の声聞こえる、赤ん坊の声聞こえる。早く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 行かせろ、早く行かせろ、早く行かせろ、早く行かせろ。怖い、バービー、バービー、ごめんね。もはやこれ赤ん坊なのかもわからんが、おとなしくしてくれ。怖すぎ、なんだありゃ、怖すぎるんだけど。なんか視界がおかしくない？ぼやけてるよ、なんか。っていうか、あの赤ん坊はどのように生まれてきたの？怖すぎるぜ、幻覚は見えるし。俺の産地がピンチってところか。うわ、なんか俺の視界も嫌になってきたな、これ。なに？誰？行かせないわ。誰？なになに？まだ生きてるなんてすごいね。誰？わわ、いっぱいいっぱいネギを送る。怖い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 、やだやだ、なになに、俺分解されちゃうの、俺分解されちゃうの。できた。え、待って待って、まあ可愛いけど、あの子、まあなんなら可愛いけど。私を見つけてごらん。ああ、かくれんぼか、俺得意だぞかくれんぼは。どこにいるかな、ここかな、ここ違うな。小玉がいっぱいいる、小玉が。小玉ってあれなんだっけ、もののけ姫だっけ。ほら小玉がいっぱいいる、小玉、小玉大量発生、すごいことになってんな。うわぁ、痛い、痛い、刺される、刺される、痛い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 、何しやがんだよ。おいおい、何しやがんだよ、急に人形と俺のこと。本当にこれ全部人形がやってたんだな、おめえら。あ、なんかある。てめえ、見つけたぞ、こら。おら、お遊び。て、てな、俺、指ないんだから、大事にしろ。うん、そう、まあ、それはそうだけどさ。え、死ねる。なんかごめんって感じ。マルトウケ。マルトウなら別に刺してもいいか。オッケーオッケー。また逃げた。あ、いた、これじゃない？ほら、見つけたぞ、ほらに。ほら、ほら。いつまで、いちいち刺さなくてもよくない何もやられてないのに刺してる。かわいい。あ、いた、見落とすとこだった。捕まえたぞ、ほら。もうぐちゃぐちゃになってる、かわいそうだよ。ごめんね、なんか、なんかごめんね。すげえ暴言入ってくるな。とてもいいですね、そういうとこが。え、かわいそう。なに？かわいそうだよ。やっつけちゃったよ。やっつけちゃったよ、俺。やっつけたの？これ。え、誰？知らない人やっつけちゃった。ったえ？誰？なにこれ？これなに？鍵？えらいでかい鍵やな。え、結局あれは何だったの？あ、ねえ、ローズの体が出てきた。とにかくここから出よう。超強そうな鍵になった。こいつの仕業だったのか。ということでこれゲットしましょうかね。両足だってよ。物騒だな、おいおい。
あ、外に出られた。あれ終わり、ここあれ終わり、あ、ていうか取り忘れじゃん。ラジいらんけど、この人形。はあ、ていうか、あ、俺いつの間にか銃持ってるじゃん。返してくれたんだ、ありがとう。なんかいい子だったのに悪いことしちゃったな。ということで今回はこの辺にしておきましょう。次回何が始まるのかしら、次のとこ行くのかな。じゃあね、バイバイ。